アルカナは小手川優による日本の漫画、週刊ヤングジャンプにおいて2000年43号から2001年50号まで掲載された。読み切りも含め全14話。単行本はヤングジャンプコミックスより上下2巻刊行。作者の小手川優良にとって初めてのオカルトもの、週刊ヤングジャンプ2000年43号に読み切りが掲載された後、 同年49号から月1連載が開始された。単行本巻末には上下巻とも武田入りによるパロディ4コマ漫画が収録されている。2013年には角川書店より新装版上下巻が発売され、土屋太志大鳥主演で実写映画化された。また、原作に金城和則を迎え、ヤングベースにて続編。 ボーダーが2013年12月号より連載されている。捜査一家刑事の村上健章が出会った記憶喪失の少女。彼女は死者と話し、霊を具現化するなどの特殊能力を持っていた。マキと名付けたその少女と共に様々な事件を解決していく中、次第に彼女の正体が明らかとなっていく。就営者より、 ヤングジャンプコミックスレーベルより発売角川書店より角川コミックスエースレーベルより発売山口義孝監督による実写化作品2013年10月19日より全国公開茨城県上層市から上層支援作品に認定され全面協力を受けてオールロケで撮影されたアルカナに関するカテゴリーありがとうございます